県警は今年上半期の交通事故の発生状況を発表しました交通事故の件数はここ10年で最も少なかったものの死者数は前の年よりも増えています県警の交通企画課は今年1月から6月までに県内で起きた交通事故の発生状況を発表しました交通事故の件数は9,775件で 去年の同じ期間に比べ2580件減り過去10年間で最も少なくなりました一方で交通事故による死者数は54人となり去年より5人増えましたこのうち高齢者が32人で去年より9人増えています特に75歳以上の高齢ドライバーの事故による死者が去年の同じ時期の倍以上となる10人となっていて 県警は注意を呼びかけています。